あれ、まだガイ先生だけ？ああ、青葉もヤマトもまだ来てないぞ。高速で用意して俺はかれこれ1時間待ちぼうけだ。で、君はどうなんだ？もちろん準備できてるぜ。グッドだ。では早速始めるとしよう。おう。で、何を？ははは、出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで？ん？愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ。武に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか？可能性はゼロではないだろう。なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは？いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして他里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰入れなきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。よし、やってやるわ。素晴らしい気迫、俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。戦闘開始。これで雲隠れ対策バッチリだな。サンキューな、激迷先生。これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるって。
そんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。ああ、ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな行くぞ。おう。これからこのノリが続くのかな。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな。薬師カブト、お前は暁の裏切り者だ。二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思っても見なかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。Well guys, I hope you enjoyed the video. Don't forget to comment, rate and subscribe. See you guys. Bye bye.